やっぱりサビ前はテンポよく切り替えた方が良さそうだな。じゃあここでそれぞれ違うカットに見えるようにワイプして切り抜いていって。よし、絵コンテの色をできた。いい感じ。今回は曲的に動きのある MV にしたかったから、エナが描いてくれたイメージのラフから絵コンテを切るやり方にしたけど正解だったな。早速みんなに確認してもらいたいけど、真冬まだいるかな。真冬がお母さんにシンセ取り上げられちゃったから、編曲は一旦お休みにして歌詞作る方に専念してもらうことになったけど、最近落ちるの早いんだよね。テニランに行った日は最後まで僕たちといたから門限も破っちゃったみたいだし、やっぱりお母さんに悪いって思ってるのかな。ちょっと心配だけど、でも僕から変に聞くのもな。ケイいる？歌詞まとまったから一度送るね。うん、ありがとう。あ、今日はまだいるみたい。よかった。みんなお疲れ。絵コンテ完成したよ。アミヤお疲れ様。ん、早いじゃん。どんな感じになったの？ふっふっふ、それは見てのお楽しみ。あ、今送ったよ。これからもっとブラッシュアップするから感想絶賛募集中です。はいはい、どれどれ。いいね、曲のイメージをアミヤらしく膨らませてるって感じた。ほんと？ありがとう。根詰めて作った甲斐あったよ。ま、今回はエナナンのビジュアルイメージのラフがすごく良かったから、そのおかげでできたってところもあるけど。ねえ、サビのところもっと雰囲気ガラッと変えない？え？その曲をアップするのは遅くなっちゃうんだけど、でもこの構成でいくなら私は絶対サビ前にもっと迫力が欲しいって思うわけ。迫力？ここは一枚絵をワイプしたり反転したりするイメージだったけど、でも確かにエナナンが言ってくれた感じにした方がケイたちが乗せた思いがもっと伝わりそうだな。ケイ、ユキ、そうしてもいいかな？うん、もちろん曲は早く出せた方がいいけど、でもエナナンたちの中にもっとよくできるイメージがあるならやってほしいな。うん、ありがとう、ケイ。それじゃあ早速ラフを。ってもう4時半？あ、ほんとだ。時間経つの早いな。そういえばユキがこの時間まで作業してるの久しぶりだね。確かにね。今日は早く寝なくて大丈夫なの？うん、明日は予備校も休みだし、そこまで早起きしなくていいから。そうなんだ。でも無理はしないでね。うん、でも来週からはまた予備校で忙しくなると思うし、時間が取れる時にできる限りのことをやっておきたい。しばらくしたらまたもしもあるから。もし？ねえユキ、最近お母さんとはどうなの？お母さんはいつも通りだよ。私のことすごく心配してくれてる。もしの日の夜も
体調不良で受けられなかったって言ったら、体が心配だから夜遅くまで勉強するのはしばらく控えた方がいいって言われた。あ、だから最近は早い時間に落ちてたんだね。うん。今日はお母さんが早く寝たからこの時間まで入れたけど、それ以外は特に何も。そう、まあユキが平気ならいいけど、でもまた何かあったら言いなさいよね。分かった、ありがとう。にしてもさ、この前はみんなで遊べて本当楽しかったよね。うん、曲のコンセプトも見つけられたし、いい気分転換になったな。だね。最初は誰かさんが青い顔で来たからどうなることかと思ったけど、楽しかったし、そのうちまたみんなで行ってもいいかもね。うん。じゃあ今度はユキがゆっくり時間取れる日に。ユキ、どうかした？今廊下で物音がした気がして、お母さんが起きてきたのかも。それってちょっとやばいんじゃない？音楽やめさせたくてシンセまで取り上げたなら、今作業してるって知ったら。ちょっと見てくる。今見てきたけど誰もいない。だから気のせいだと思う。よかったけど。ユキ、もし心配ならここに来る時間は減らしてもらって大丈夫だよ。お母さんにバレたら大変なことになりそうだし、それに勉強もしなくちゃいけないと思うから無理してほしくない。無理はしてない。それにここで作業してると一番落ち着くから。真冬は奏でたちと曲を作ってるときは安心した顔をしてるから。真冬、わかった。でも本当に大変なときはちゃんと休んでね。うん。それじゃあまた明日。またね、ユキ。ねえ、ユキが自分からここにいると落ち着くなんて言ったの初めてじゃない？そうだね。ユキが大変な時にこんなこと言うのはあんまり良くないのかもしれないけど、少し嬉しかったな。うん、僕も嬉しいな。僕たち真冬にとって居心地のいい場所に慣れてるって思ってもいいのかもね。あ、そろそろ作業に戻らないとね。ねえアミヤ、さっきのサビのところ相談してもいい？あ、うん。私は少し休憩しようと思うから一旦落ちるね。わかった、またね。ケイ、じゃあ始めよっか。了解。それじゃあ今話した感じで絵コンテよろしくね。うん、
エナナはサビ以外のところのイラスト描き始めててくれると嬉しいな。わかった。そういえばちょっと思ったんだけど。ん？何？この絵コンテ最初に作ったやつに似てない？お、イナナン気づいてくれたの？今回の曲、あの時の曲と方向性が同じだったからセルフオマージュ的な感じでやってみたんだ。でも、こっそりやってたから気づかれると思わなかったな。ま、長い付き合いだからね。最近はアミヤが何を表現したいのかとかもなんとなくわかるようになってきたし。あ、長い付き合いか。確かにあの頃からの付き合いだもんね。あの頃はこんなに長いこと誰かと一緒にいるなんて想像つかなかったな。多分僕もここで作業してると一番落ち着くから。真冬と同じなんだろうな。アミヤ？どうしたの？あ、ううん、ただエナナンがちゃんと僕の動画見てくれてたんだなって思ってさ。は？何それ、いつもちゃんと見てるし。だからそれが嬉しいって話だよ。いつもありがとね、エナナン。はいはい、どういたしまして。それじゃあ早速作業入ろっか。うん。エナといろいろ話してるうちに寝落ちしちゃったのか。あー、体痛い。今何時だろう。スマホは、あれ、お母さんからメッセージ来てる。シーフードカレー、やったー。お母さんってば分かってる。お姉ちゃんから？